さて、ここで10年ぐらいやらせていただいてるんですけどもね、私は音楽家で、ところがね、まあ、田村正和さんのモノマネなんかやったおかげでね、いろんなイベントに呼ばれてあちこち行っておりました。東京、大阪、九州とかね、網走で暮らしてる人間なんですよね。それがね、これから面白くなるなっていうところに、コロナが来ましてね、イベントがもう一切なくなっちゃって、まあ、最初はね詳しかったんですけども、考えてみたらこの舞台の世界で多くの方が、ほとんどの方がもう仕事がないんですよね。その中でね、私は教室があったり、それとかここのホテルのロビーコンサートだけは続けることができたんですよね。だからお客様は減ったけども、確実にお客様に会えてたっていう、それはもう随分恵まれたことだなと思いました。ですからね、今もう、ここで覚えていただいてですね、YouTube ございますかね、 YouTube で応援していただくのが一番無理がないなって言ってます。今の子供たちの憧れの職業は YouTuber だっていうそういうふうに考えてます。まあ、私も遅れませながら、ね、YouTube の方で、まあ、ちょっと、広げていこうかなと思っています。さて、45分くらいまで、まあ、グランドピアノがあって、ちっちゃいピアノがあってね、いろんなシーンを見ていただきますから、まあ、田村正和って、まあ、こんな感じの人間なんだなということで、舞台のスタイルを見ていただければ嬉しいと思います。まあ、本当にね、思うのはコロナになって本当に思うのは、音楽なんかなくたって生きていけるだろうかっていうことなんですけども、やっぱりね、心の栄養になったりするような気がするんですよね。まあ、もちろん感受性のある方に限られますけどね、何とも思わない人もいますから音楽なんかいらねえよっていう人もいますからね、まあ、それも分かってるんですけども、私はもう気持ちを込めて、特に生の音はいいですよ、ね、そういうわけで、そういう気持ちで見ていただければ、まあ、2倍楽しいと思います。さて、田村正和賞です。どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ピアノを置いてあるホテルはあちこち、ね、あると思うんですけども、ロビーに置いてあるピアノは割とかわいそうでね、買っただけってね、ピアノっていうのは随分手間のかかる楽器でね、ギターだったら弦が6本しかないからチャチャチャッと合わせればいいんですけども、これだってね、毎日調律したいんですよ、本当はね、毎日調律したい、ここはもう2台もありますから大変ですよね。だけど、大変っていうのが、まあ、調律師を呼んでお金を払うのが大変なわけで、私の場合はね、自分でやっておりますですからね、ピアノの調律なんかもいいコンディションで聴いていただけるかと思います。さて、有名な曲をね、2曲ほど、グランドピアノでやって、ちっちゃいピアノも使って、いろいろやっていきたいと思いますよ。パッヘルベルのカノン。Thank you.
この有名な曲でね、このパヘルベルのカノンっていうのはね、子供たちがねもうピアノの発表会で弾くぐらい の, あの有名な曲なんですけど、今日やったのはやっぱりアレンジがかっこいいでしょ。このアレンジがね、私も最初聴いた時びっくりしたんですけどね、あのアメリカのジョージ・ウィンストンっていう男性ピアニストね、あのどこ 誰の真似でもない、どんなスタイルでもない独自のスタイルでピアノを弾く人でね、おそらくあの人楽譜読めない人なんじゃないかなと思うぐらい独自のスタイルなんですけどね、それをちょっと盗んでいきました。さてグランドピアノをもう一曲やって、ちっちゃいピアノを使ってやっていきます。あのね、ピアノの曲で一番あちこちで聴く曲、有名な曲ったらこれだろうな、ショパンのノクターンの9の2をお送りいたしますよ。私があのプロになれたのはね、ピアノじゃなかったんですよね。ピアノはまあ本当に難しい感じでね、まあ、私もやろうと思ったらあと50年ぐらい頑張らないといけないなと思ったんですけど、あのこれです、これオカリナ。
オカリナは簡単です。15年ほど前に森の奥のコンサートっていうのにマリオカルタさんにね、あ、これいいんじゃないかなと思ってやり始めた。そしたらね、 こっちの方がお客様を受けするわけなんですよね。で、ただいまからこれでやっていこうと思います。さあ、オカリナは音色がいいんですよね。それで私は、まあ、あのカラオケを使って、そのカラオケ今簡単に作れますからね、あの、やっておったんですけど、欲が出てくるわけですよね。あの生の演奏でオカリナやる、あの手があと2本あったら、ピアノも弾いてね、生の伴奏でできるね。それがね、できるようになったんです。本当にね、どういうことかって言いますよこのちっちゃいピアノね、そうなんです。私あの偽物ですけど、田村まさかって言いますけど、あのこれ私です、ね、ここに座ります。あのどういうことかって、もう勘の言い方わかるでしょうね。これね、あのこのピアノ自動演奏機能ですよ、ね、ですからね、私があらかじめ伴奏を弾いてあるわけ。そしてまたこのピアノがね、音がまろやかですごくいい音を出すんですね。このオカリナにとても合うと思います。さて、オカリナの音色、そして、ピアノの、柔らかい音、伴奏を生で聴いてください。あのね、この舞台をやってて、そしてコロナになってから本当に思うんです。音楽がね、何らかの、いい作用がある、栄養になる、ね、心の栄養になる、ね、音楽聴いていいなと思った方に限りますけどね、栄養になる。そしたら自律神経が整います、ね、まあ、そういったいい作用があると思いますからね、血圧の高い方、ね、コロナが不安な方、音楽を楽しんでくださいと思いますのでね。さて、ようこそ北海道へ、ね、こんな歌からやってみたいと思います。オカリナがいいのはね、難しいことしなくても楽しめるんですよね、これいきます。北の国から、30万円します、ね、だけど私が使ってるこのオカリナ、笑わないでね、8000円です笑っちゃいますよね。お土産物コーナーってのはありそうな感じですね。で、まあ、それがね、こんな楽器なんですよ。で、そして一つは簡単です。吹いたら音が出る指だけ練習したらいいですよね。これね、オカリナでね、私は最初は軽い気持ちでやってたんですよ。面白い半分でね、まあ遊びですよ。そしたらね、ふるさとっていう簡単な曲があるでしょ。あれ吹いただけで涙流して聴いてくれたお客さん、これ何、ショパンを弾くのに50年ピアノ練習して、ね、拍手をくれますよ。拍手をくれますけども、泣いてくれる人はいない、ね、だからやっぱりこのオカリナが持ってるなんか素朴なね、
その格好つけなくてもいい、なんか そんな魅力があるんですよね。考えてみたらね、こうやって、ね、安いし、簡単だし、ね、そして魅力がある。考えてみたらこれです。うまい、早い、安い、吉野家の牛丼みたいな、ね、これはもうみんなやったらいい。それでいろんな話をしてみたらね、ここの舞台を10年ぐらいやってるんですけど、私やってますよっていう方が結構いらっしゃる、ね、この中にもいるかもしれない。これを励みにしてね、いろんな人を楽しませてあげてくれたらいいなと思います、ね。さて、オカリナ続きます、ようこそ北海道へ、もう一曲。これね、今だからも特に やっておきたい、あの知床旅情なんですね。知床の観光船が事故を起こしてもう2ヶ月以上になってね、あそこにはね、4社が運航しておったわけですよ。まだ今3社はもちろん残ってるんですけども、あの1社だけが、あの経営者だけがもうちょっとごまかしだったんですね。あの船に傷があった、そのまま、ね、無線を乗せてなかったとかね、今までいろんなことが出てきてますけども、あの他の3社はちゃんとやっておりますから、ね、ちゃんとやっておりますから、なんていうんですかね、お客さんもタイミングが合えたら、ね、乗って応援してあげてほしいと思います。さて、気持ちも新たに、知床旅情やったらいいですよ、ね。知床旅情、はい。走りましたら紋別ございますよね。で、紋別まで行ったら内陸にちょっと目を向けていただきますと、昔金が取れました鴻前鉱山、ね、その廃墟、廃屋って言いません、廃墟がある、んですけどもね、昔金が取れたわけです、鴻前鉱山。そこに、ちっちゃい頃におじいちゃんに連れられて赴任しておった宮川博さんという作曲家がいらっしゃいました。ね、おじいさんがね、鉱山の技師だったってことでね、宮川博さんは子供の頃、鴻前に住んでおったんですね。鉱物を運ぶ線路があります。で、線路が雪に埋まって、ね、氷に、固まって、銀色の道というその情景がずっと頭に残っておったんですね。さあ、大人になってから、歌にしました銀色の道、大人しか分かりませんけどもね、ダークダックスが歌って大ヒットいたしました、ね。
ね、これをね、オカリナでやったら、ね、大人の人は分かるんです、ね、ありがとうございます、銀色のうちやってみたいと思います。作ってる映画だと思って、まあ、あの軽い気持ちで隣のトトロだとかね、そうやってやってたんですけども、よくやって、見てみると本当に吟味されて吟味されて、ね、それこそ、タイトル曲、ね、静かなバラード調の曲に、なんと、拳を、ひねり歩いた宮古春美さんに歌わしたとかね普通考えられないようなオファーをかけて、そして、松任谷由実さん、ね、松任谷由実さんの曲を使うって言ったら、まあ普通じゃないですよね、これ大人しか分かんない話またしますけども、松任谷由実さんは昔々荒い意味だったんです。そうなんです、大人しか分かんない事情なんですそう、これね、あの実はね、荒井由実さんね、荒井由実さんのデビュー曲なんですけども、飛行機雲ってあるんですね。それを今ジブリが使ってる、これすごいことなんですよ。だってヒット曲いっぱいあるね、知らないけどいっぱいあるんですよ、で覚えられないけど、でそれをくぐり抜けて50年前の曲を使ってる、ね、まあ、それはなんかやっぱり歌の良さがあったんでしょうけどね。さあ、飛行機雲をやってみたいと思います。
リアっていう楽器もね、簡単な楽器でこの中にはまあね、きっとやってる方もいらっしゃると思います。お土産話に、ね、今後人生が変わっていくかもしれないお客様がオカリナをやってみたいと思うかもしれません。1分で分かるオカリナ講座やってみます。本当に1分で分かる、めちゃくちゃ簡単なんですね。メモしなくていいですからね。いきますよ。親指は両方裏の穴、ねですね、で残った指は表の穴、右手は下。この持ち方、これはね、もうその縦笛そのものがそうだし、クラリネット、サクソフォン、ね、それから尺八、みんなこの持ち方。これができたらもう大体いいんですよ。ね、さあ、表の指を順番に離してみてください。こんなことになっています。もう覚えるまでもない。ね、もちろんシャープもフラットも、音域だってもっと広いですよね。オカリナをやってる方はね、それは簡単ですよって言うんだけど、もっと難しいのは高音が出ないとかね、低音が出ないとか、いろいろあるんですけど、そんな お悩みは、私のオカリナを買ってくれればいいです。とても良くなりますからね。それとね、もちろん私から買う義理なんてさらさらないんだけども、楽器屋さんにも売ってます。7000円ぐらいからあるかな、7000円ぐらいからありますけども、大体音痴なんですよね。で、高音が出ない、それから音程が悪い、ね、だからそこら辺がまあ私も、ね、疑問に感じてて、もう販売するようにします、ね、いいオカリナを、仕入れてきて調律してますから、私のは 440Hz でチューニングしてますから、まあ聞いていただいたように、とても、楽器として楽器なんですけど、楽器なんだけど音痴じゃどうしようもないですよね。まあそういうわけで、もしよかったらこれ買って帰るといいかもしれないですよ。上手になったような気になるかもしれない。まあそういうわけで、1分でわかるオカリナ講座、どうだったでしょうか。もうわかったです、ね。さて、オカリナの音色、これは本当魅力的なんですけども、これをやってるとね、時々リクエストになるんですね。大概この曲なんです、コンドルが飛んでいく。まあ聴いてみてください。ね、
ありがとうございます。ね、温かい拍手ありがとうございます。オカリナをもしやってね、吹けば音が出ます。まあ、簡単なふるさとなんかやったら、ふるさとだけで大概喜んでいただきます。ね、とても何年かかけて、この、ね、コンドルは飛んでいくなんかできたらね、とても楽しい人生になるんじゃないかな、本当に思ってますね。さて、今日はね、何かのご縁があってこうやって来てくれたんだと思います。ここの趣旨。私は網走で暮らしている、ね、音楽家なんです。そっくりさんなんかやってる関係でね、コロナの前は東京、大阪、九州、あちこち呼ばれてました。テレビにもちょろちょろちょろっと出てました、ね、偽物ですってやってました、ね、それがね、コロナになってから全然そういうのがなくなっちゃってね、まあ、ただここのコンサートだけはできた。そしてまあオカリナの教室があった。そういうわけで私はまあ特にお金に困ることなくやれたっていうのは、この世界では、業界では随分恵まれているなっていうことでね、まあここで宣伝をしているのは田村まさかを覚えていただく。そして今 YouTube あるでしょ。 YouTube を通して、見てほしいんですよ。 YouTube だったらいいですよね。お客様の気が向いた時にやればいい。まあ4年に1回ぐらい、ね、遠慮がちに言ってるんですよ。もうちょっと見てほしいんですけどね。まあいいです。 YouTube で田村まさか、面白いです。田村まさかをインターネットで検索してみてください。このことになります。田村まさかず、田村まさかず、田村まさかず、このぐらいで田村まさかというのがあります。まあそういうわけでね、田村まさかの方入っていくと YouTube がふわっと広がりますね。ピアノの好きな方はピアノね、オカリナ、それから実は私吉田拓郎さんが大好きで、吉田拓郎さんの歌も出しています。それとかテレビに出たし、まあテレビのシーンはね、本当は載せちゃいけないんです。まあ、ローカルテレビのね、緩いところはね、まあいいんじゃないかって言ってくれたところは、偽物ですってやってますからね、応援してください。さあ、残った時間をね、ちょっと宣伝でお話だけ聞いてくれればいいんですけども、アルバムが10枚出てるんですよ。ね、アルバムが10枚出てる、まあ音楽家としてはね、そこそこ大したもんなんです。ね、自分で言うしかないんですけどね、知らなかったでしょ。まあ知らないんです。いいんです。そして10枚のアルバムの中の5枚がオリジナル曲。ね、知らなかったでしょ。で知らないんです、本当にね。まあそれがね、この時間を使って2曲か3曲、聴いてください。さあ。優しい気持ちになってくれると思います。オリジナル曲 G スプリング聴いてください。私の音楽のね、原風景っていうのが分かったんですよね。それでまあ原風景って言ったら簡単なんです。ばあちゃんが
ね、祖母が歌ってくれた、唱歌とか童謡とかね、そういったシンプルな音楽だったんだなということで気がついた。ショパンでも、ね、モーツァルトでもなかったんだね、まあ、そういうわけでベーシックシーンという、アルバムがありましてね、その中から、5番のおぼろっていう曲を聴いてください。心配になるんですよ、ね、知らないのは自分だけじゃないから。あれ思い出してみてください。あのピコ太郎さんが出てきた時そうだったね。ピコ太郎何それってね、そんな感じです、ね、これからっていう時にコロナが来ちゃったんですそういうわけでね、お客様のね、あの YouTube のね、観覧ね、閲覧をね、増やしていただいて、でチャンネル登録なんかね、やっていただけると清き一票ね、嬉しいです。まあそういうわけでね、今日はあの本当にちゃんと聞いてくれて本当にありがとうございました。またどっかでお会いしたいと思います。まあまだお客さんここにおいでください。ね、お金かかるけどね、私お迎えしますからね。今日はどうもありがとうございました。またいいですか、ね、北海道はね、夏はすぐ終わっちゃうんですけど、なかなか終わらない人
年があってね、夏の終わりのセレナーデやってみたいと思います。ありがとうございました。聞いてくれて、またお会いしましょう。ありがとうございました。